遥か昔、神により作られた秩序の世は、神のしもべたる天使たちにより正しく導かれていた。その世の中で人々は幸せを感じ、健やかに繁栄していた。しかし、神の世といえど永遠ではない。神の生み出した清らかなる流れも、人の営みの中でいつしか淀み、世を腐らせる毒となる。そして狂った秩序は混沌となり、過ぎた混沌もまた秩序によって飲み込まれていく。諸行無常なるこの世の中で、知恵を得た人間たちがいかに歩み、そしてむくろとなるか。新たな王の生まれるその日まで、ゆっくりと眺めさせてもらうとしよう。ここを通らんとする魂か。ここは未来へつながる道。汝の歩む先が世界の在り方を決める。その手を止めろ。その少女は存在の許されぬ魂。世界に混乱と破滅を導く層を持つ、この地で永遠に封じるべき存在。少女を連れて行くことは、世界をあるべき未来ではなく、未知なる世界へとつなげるであろう。それでもその少女の手を取るのか。ありがとう。愚かな汝のその選択が世界の命数を縮めたことを忘れるな。願わくば汝が歩むその先で正しき道へ戻る。いいか、よく聞け。先日配布された端末にまだ登録をしていない者がいるようだ。そろそろ仮アカウントの期間が終了するから、今のうちに登録を済ませておけ。Thank you.
それからもう一つ、最近物騒だから必ず集団で寮まで帰るんだぞ。ホームルーム終わるぞ。ありがとうございました。ちょっと。あ？なあ。なあ。ああ。ねえねえ。あのね。何かな？よう、君は一人か？今集団下校が推奨されているだろう。よかったら僕らと帰らないか。あ、ゆずるくんたち、こっちこっち。こんにちは、先輩。ミヤズちゃんは彼と知り合いなの？ああ、僕とミヤズが一緒にいるとき、彼と何度か会ったことがある。そうなんです、タオ先輩。そっか、いつも一緒にいてくれるお兄ちゃんがいて安心だね。ああ、はい。僕ら家族は二人きりだ。それに兄が妹を守るのは当然だろ。その通りだね。それじゃあみんなで帰りましょう。Thank you.
そういえばタオ先輩、相談したいことって何ですか？最近ね、不思議な夢を何度も見るの。遠くから誰かが私のことを呼んでる声が聞こえてきて、それが次第に近づいてきて、間近で聞こえた瞬間目が覚める。そんな夢が毎日続いていて、相談というか誰かに聞いてほしくなって。夢は不安などの心理状態が影響する。進路のことで不安でもあるんじゃないか。なんといっても君は。どうしたのかしら。何かあったのかな。そうみたいだ。すまないが少し様子を見てくる。何かあったのかな。おい。先輩、さっきお兄ちゃんが戻ってきたんですが、電話をしながら駅の外へ走って行ってしまいました。そうしたらタオ先輩にも電話がかかってきて、静かなところでかけ直してくるって。あの先輩、お兄ちゃんの様子見てきてもらえませんか。いつも私だけ心配されてるけど、私だってお兄ちゃんのこと。ありがとうございます。私はもう少しここでタオ先輩を待ってみます。このトンネルのあたりで化け物を見たという噂があります。あいて、天井すっごい低いわ。奥は暗いです。なんかヤバそう。いよいよ奥までがっつり攻略しますね。これはなんかいそうな雰囲気が。ここで何をしてる。かつて人という生き物が知恵を持つ遥か昔の話。世界を滑る王座に
法の神がついた。そして他の神々が王座に近づけぬよう彼らから知恵を奪い取った。知恵を失った神々は悪魔となり、奪われた知恵は知恵の実として楽園で管理されるようになった。ある時一匹の蛇が楽園に現れ、人を誘惑した。この楽園にある知恵の実を食べる。蛇の狙いは再び神々の争いを引き起こすことであった。利用されているとも知らず、各世界の人たちは楽園の実を一斉に食べてしまった。食べた知恵の実は魂と結びつき、人は神に近づいた人間になったのである。それを知った法の神は激怒し、人間は楽園を追われた。人間よ、知恵を得た魂を持つ人間よ、悪魔はお前たちを狙っている。そのことを忘れるな。なんということか。この地に人間が紛れ込むとは。ここは人間の立ち入ってよい場所ではない。故に貴様は外に連れ出してくれる。混沌の悪魔ではなく、大天使に導かれし我らベテルと出会えたことを感謝せよ。口を閉じ暴れぬようにしろ。安全な場所までお前を搬送する。
標を確認。少年、死にたくなければ手を取れ。古き神の姿、ナホビノに戻ったか。神に引き裂かれた知恵と生命を、汝らは協力し、未来をつかみ取らねばならぬ。光を目指すも闇を望むも自由だが、いずれ天と地を超えた地で相まみえよう。その日まで、その力をもって戦い抜くのだ。少年、聞こえるか。君は私と合一し、ナホビノと呼ばれる存在になった。体は私をベースにしているが、意識は知恵である君の領域のようだ。指示を頼む。君の意志に従い共に戦おう。
そしてここは今は魔界と呼ばれている。魔界、それは悪魔たちが住む世界を呼称した言葉だ。君も先ほど見ただろう。古の神々とその眷属は悪魔と呼ばれ、この世界に住んでいるのだ。だが安心してほしい。私、人造魔人青髪が君を助けよう。私たちはナホビノと呼ばれる存在となった。この体であれば悪魔と戦い進むことができる。安全な場所にたどり着くまではこのまま進むとしよう。この世界を把握するためにまずはここへ向かってほしい。先ほどの戦いで消耗したようだ。魔月日を集めるといいだろう。この世界は魔月日と呼ばれる悪魔の力の源となる霊力が満ちている。それが結晶化したのが周囲の光だ。何？少年、君には魔月日が見えていないのか？まだ体が馴染んでいないのか？目を凝らしてもう一度見てほしい。見えたか？そう、それが魔月日の結晶だ。魔月日は我らにとっても力となる。見かけたら近づき、エネルギーとするといい。少年、見てほしい。これが魔界と呼ばれる大地だ。ここはかつて東京と呼ばれていた。しかし時が過ぎ、悪魔が跋扈する魔界と化したと聞く。少年、君の疑問に答えるだけの情報を今の私は持っていない。私が覚えていることは、かつてこの地で神と悪魔の戦いがあったこと。天使と悪魔があの東京タワーの前で遭遇。その場に私も居合わせたことは覚えている。だがその後の記憶データが破損している。覚えていることは君を守れという指令のみ。少年、このまま共に東京タワーまで向かってくれないだろうか。記憶の最後に残るあの場所へ行けば何かを思い出せるかもしれない。